こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。今日はね、うちの片付けとか、いろいろとやってみました。いや、あれだね、こういらないやつたくさんなんか出てくるね。ね、前ね、ここへ引っ越した時にまあいるかなと思って、そういう判断で持ってきたわけですけど、その辺をね、ずっとこう片付けようかなと思って見てみたら、まあね、半分くらいはいらないね。だからなんだろうな、こうひょっとしたらいるかもしれないみたいな、あった方がいいかなみたいなね、そういうことでなんかしてくれないんだろうね。でも実際ね、ね、なんかあの役に立つんじゃないかなと思って、ね、持ってきたりして見てみたら、その後何もね、それ見た形跡もないしね、全く役に立ってないしね、なんかだからあれだね、この、物事をこう整理する、処分する時っていうのは、どうかなと思ったやつは、やっぱり潔く捨てることだね。いや、結構ね、なんか出てきましたよ。それで今日夕方ね、ちょっとあの届くものがあったんでね、箱根車で行ってきました。夕方っていうよりもね、もうここ出たのがかれこれ夜の8時前くらいですかね。まあですから、ただね、やっぱり時間が時間だから全然渋滞とかありませんのでね、それで箱根市のものを持ってって、それで向こうでちらっと食事してですね、それで、15分か20分くらい前ですかね、帰ってきました。まあやっぱりあの箱根の方もね、結構カフェも今日も多かったね。なんかたくさんね、お客さんが来られたようで、それから宿泊のお客さんもね、結構あれですよ、あの多いですよ。ね、間際になってね、あの予約とか入ってきたりするからね。まあでもね、やっぱり多いってことは結構なことですのでね、まあどうにかこうにか、いい形で進んでおります。それからね、このところ、例の、新潮新書の本のことをずっとお話してますけど、まあ一つご協力よろしくお願いいたしますね。Amazonで、簡単にね、あの予約できますので、一つご協力のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。